9月17日第1回市長杯松阪ボッチャ大会がハートフル三雲スポーツ文化センターで開かれました。市長杯松阪ボッチャ大会は市民の体力保持や増進を狙いとし、親睦を深めるとともに種目の発展につなげようと開催されました。この日は松阪市と多気町在住のボッチャを楽しむ小学生から高齢者までの障害者30人が参加しました。ボッチャは赤、青、それぞれ6球ずつボールを投げて、ジャックボールと呼ばれる白いボールにいかに近づけられるかで得点を競うスポーツです。試合は個人戦のトーナメント方式で行われ、2回ずつボールを投げ合った合計点で競いました。参加者は練習の成果を発揮しようと一投一投を真剣に投げ込み、一喜一憂しながら試合を楽しみました。ボールフィニッシュ。優勝は藤川直人さん、2位に岡本陽さん、3位に青木俊二さんが入賞しました。おめでとうございます。皆さん本当に熱心にボールとかいろいろジャックボールとかに投げていて、いい戦いを皆さんが見せてくれたので、僕はすごい嬉しかったです。本当にコロナ禍になりまして、3年越しのやっと初めての開催になりまして、まずはご支援いただいた皆様に感謝申し上げたいのがまず第一です。で、あと皆様このように障害者の方、三障害を持っている方がこうやって主役になれる非日常の舞台が展開できることにすごく感謝の気持ちを持っております。まずね、プレイヤーのレベルがすごく高い、びっくりしました。ですごく本当に熱戦を繰り広げていただきました。優勝されたね、藤川さんはじめ本当に皆さんが日頃の練習を本当にちゃんとやってくれて、でそれが今日現れてたと思います。また来年も楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。はい、ボッチャに興味のある方はぜひご参加ください。